1>, えー、1月の27日、えー、今朝9時です。今日もね、朝、結構寒かったみたいなんで、えー、1時間ほどまなずらしております。えー、では、ね、ただいまの気温4度かな、そのぐらいですね。先日ね、えー、結構そう、25センチ、20センチ以上は降ったと思うんですけども。 その雪がね、また残ってます、えー。溶けないで残ってます。こんな感じです。天気、えーとね、ここら辺は曇ってますけども、山の方はね、青空、えー。後でお見せします。ではね、早速1週間、あれから1週間どんな感じに変わったかね、えー、見ていきます。 えー、パキフィズムスさんたちこっちがの星美人っていう,う種類なんですけどもまあ赤ちゃんもねまあ全く変わってないんでこれねうんそんな感じになってます、まあ、少ししなびたかなうんまあこの時期だからねうんそんな感じもありますねそれと ハナズルソウさん。ハナズルソウさんはね、前回撮影後に、えー、少し水あげてます。まあ今はね、もうしょっちゅう水あげたりはしませんけども、こんな感じ。それと、えー、カーネーションさん。カーネーションさんもね、まあ変わってないね。うん。まあ葉っぱも青々としてるし、うん。まあいい感じかな。 うん、このまま育ってくれるんじゃないでしょうかねそんな感じがしますそれと、えー、新しい仲間のバラさんたち38こっちもね、えー、以前変わりありませんもう葉っぱを伸ばして放題になってましたうんもうあと1ヶ月ぐらいでねあったかくなってくるんでねうん まあ1ヶ月そうだね。あと1ヶ月ぐらいすると暖かくなってくるんで、まあ、もうこれはこのままでいきます。えー、それと、えー、し木しました、クリスマスローズさん。えー、こっちもね、以、え、前、ー、に変わらず、葉っぱがこういう青い状態。うん、いいね。もう根っこ出てるね、かな。もう絶対出てると思います。それと、まだ名前の分かってないバラさん。 こっちの方もね、このままで変わってません。あれから新芽を見えないか。あれから新芽うーん、どうだろう,う。さほど変わってないような気がしますけども。こんな感じです。それと、えー、椿の王将くんさん。こっちもね、もう変わってませんね。 あとは多分3月2月あたりからもうつぼみがねガンガン大きくなってくるんじゃないかなそんな感じをしてます、えー、あとは立木のバラさんたちこっちの方もねもう全く変わってないと思います濃いピンクのバラヒ広コホットショット3世さんああでもちょっと大きくなったかなこれ新芽が少し ぶっくりしてきましたね相当ねあと同じく a、えー、ホットショット4生産28もうこっちもまあ結構ね新芽がねぷくぷく出てきてますあとホットショットを5生産28こっちも同じほらねぷっくりしてきてるうんあとは薄いピンクのバラ広子さん生産 こっちもそうだね。ほら、いい感じにぷっくりしてきてるよ。うーん、かわいいのがいっぱい出てます。それと、えー、薄いピンクの原広子4生さん。こっちも、ほら、ぷっくりしてきてます。それと、その隣、えー、ロマンティック・アンティーク、えー、こちらの方の4生さん38。 こっちもね同じですねやっぱりねほらここら辺新芽がねぷっくりぷっくりなんかそんな感じうんこれはそんな感じでもないなそれと、えー、その隣、えー、ロマティカーティック3生さん2鉢、えー、こっちもね同じようにねほら新芽がぷっくりしてきてますこっちはそんなんでもないかなうん こんなな感じになってますそれとその隣口なしの花さん2八こっちはねそんなに変わってないねまだねうん多分これがつぼみになるんだと思うんだけどまだねそんな感じにはなってないねこれ多分ねつぼみだと思うんですよこれほら先端まあ大きくなってきて 春先咲いてくれるのかなそれとオ、えーベンケイソーさんこっちもね動きは止まってます、うん、新芽がいっぱいついてるけどね、うん、動き止まってますこんな感じですそれとこちら側に来ましてクレマチスさんクレマチスさんプリンセスダイアナさん はまあ変わってないと思います。変わってないね。えー、ログチさん、ログチさんがね、あ、また出た、これ、1本、ここから。え、あ、出てきてる。そうすると、1、2、3、4本。あ、4本も出てきてますね。あ、ここにもある、5本。あ、もう新芽がね、少しずつ。 あったかかったからね、多分それで動いちゃったんだろうね。まだ今からぐんぐん寒くなるんだけどね、こちらはね。それと、えー、白前さんとてっんさん、まだ植え替えしてません。うん、ちょっとね、ほんと早めに植え替えしておこうかなと思ってます。えー、そしたらね、いつものようにまた部屋の中、えー、見に行きたいと思います。 部屋の中来ました、えー、こちらはねパキラさん、えー、パキラさんがね葉っぱ少しずつ大きくなってきてますほらねうんなんとかね復活してくれるんかなそんな感じですあと挿し木はねうんちょっとこれはちょっとダメかもあとあそこに葉っぱのあるやつあれは多分大丈夫これもちょっとダメかなうん そんな感じでしょうかね。あれ、葉っぱあったんだけどね、あれはね。うん、やっぱりあのー、かなり暑かったからね。それで多分、ダメになったんだろうね。これも葉っぱあったんだけどね、これ。もう、そんな感じじゃないね、枯れてるような感じがします。それと、モンセラさん、えー、48。 こっちの方はね、順調に育ってます。前回ね、これ、あの、新しい葉っぱですよって言ったのがね、もうここまで大きくなってる。これ見えますちょっと見えないかなこうやったら見えるかなほら、もう上の方がね、葉っぱらしい感じに。あとこれは広がってくるんですよね。今、まあ、あのー、螺旋状にね、巻かれている。 うーん感じでこう出てくるんですけどもこれがね徐々に広がってこんな感じの葉っぱになりますねいい感じで、えー、出てきましたね新しい芽うん新しい葉っぱいい感じですそれと、えー、テーブル屋さんまあこっちはねもう変わりませんねうんあの時出たやつがまだまだ緑だけど まだ緑じゃん黄緑か。もうそろそろするとね、こんな感じの濃い葉っぱになります。あとはね、えー、アボカドさん、こっちもね、葉っぱが大きくなりましたよ。ほら、もう完全にね、えー、あ大きくなったっていうのは、もうこんな感じ、実感しますうん。この寒いのにね、大きくなるなんて信じられない。えー、サンセベリアさん、 こっちは分かりません。もうどんな感じで大きくなってるか、大きくなってると思います。多分、うん、まあ大きくなりこうなったやつはもうそれ以上育たないのかもしれないけど、それまでのやつがね育っても多分ねこれだったような気がするんだよな。あの小さかったやつがね、うん、まあ、ここまでね大きくなってます。 今日ね、朝起きた時に部屋の中がね、9度。9度しかありませんでした。うん。寒かったですね。えー、ではね、えー、また、あのー、バルコニーの方に、えー、行きたいと思います。えー、部屋の中から戻ってきました。最後はね、いつものようにクリスマスローズさんです。さて、 昨年の2023年の春に発芽したやつがね、こんな感じ。大きくなったね。うん。まあ、前回とはあんまり変わってないけど、前回までがクックっと大きくなってたからね。うん。あとは茎のないやつはね、あ、茎のない、葉っぱのないやつは茎だけまだ残ってるけど、下からは動いてないなあ。あ、出てないね。下から新芽が出てくれるといいんだけどね。 うんそれと、えー、これが、えー、3年目になるのかな、2022年、えー、に発芽したやつかな、22年。そうですね、2022年に発芽した、自宅で発芽した、えー、クリスマスウルフ368、えー。こっちもね、あれからは変わってないね。うん なんかこれはちょっとやっぱりもうだめかもしれないなこれなこれはちょっとね難しいかもねうん、えー、それとね、えー、23年の春に、えー、5月に採取したクリスマスローズの種、えー、こちらがね、えー、前回もお話しした通りねもう発芽したのがありましてここに1本あとここにね葉っぱあんまり良くないんでねこれね葉っぱが1本、えー、あります んということでね今2つだけかな、えー、2本ね発芽してますまだちょっと早いのにねこんな感じで1回ね部屋の中に入れたんですけどもやはりね寒さを、うん、伝えないとちょっとまずいかなと思いましてまたね外に持ってきてますこんな感じでまあ凍らないとは思うんだけどねうんまあ凍ってもねあのうん,治るうん治る 溶けるっていうか、うん。あのー、ダメにはなったりしないんで、多分、まあ、クリスマスローズはね、そんな感じなんでね、多分、ここに置いて、まあ、少々凍っても大丈夫かなと、えー、思ったりもしてますんで、こっちに持ってきてます。友人からいただいた、えー、同じく2022年に発動したクリスマスローズさんたち、こっちもね、えー、相変わらず、 そんなにそんなに変わってる感じはないですね。うん。あとは多分春先、まあ3月ごろになってね、あのー、さらにね、葉っぱをぐんぐん出してくれるんじゃないかなと思ってます。それと、えー、上に上がりまして、こっちがあのー、4年目のクリスマスローズさん38、えー。こっちがね、シングルホワイトシュガーさんがね、 えー、あれからつぼみこんな感じになってます。これつぼみです。まだ立ち上がってはいないけどね。あとはね、シングルホワイトさんはね、つぼみがなし。こっちはね、まだ多分、ああ、これはね、まだ咲いてないんだな。去年も咲かなかったのかもしんないな。うん。名前まだついてません。 あとはね、えー、5年目のクリスマスローズさん、パープルさんがね、ここまで葉っぱの方が、葉っぱの方が大きくなるのが早いな。こっちがね、多分花芽だとは思うんですけどね。こんな感じ。あとシングルフラッシュさん、うんシングルピンクフラッシュさん、こっちはね、花芽がね、ないね。うん、出てませんね。 あとはね、えー、イエローフラッシュさん。前回ね、あのー、え二、ー、つほど、あの、剪定の方、おっしちゃって、今残り、これ、綺麗に咲いてます。あと、ここにもつぼみあったな。ほら、ここにも、いい感じで。あともう一個、下に、これつぼみ。こんな感じでね、えー、もうちょっとだけ咲いてくれるのかな。うん。 こんなな感じになってますそれと、えー、6年目の、えー、クリスマスローズさん、えー、ダブルピンクイトピコティさんがねこれ花芽だと思うんですけどまだ立ち上がってきてませんねでも少し大きくなったような感じがしますそれと随分、えー、前から咲いてるね、えー、ダブルピンクブロッチさん、えー、千 先日かな剪定、えー、花を剪定終わりまして、まだいい感じで、えー、その後ね、引き続きね、咲き始まってます。ほら、いいね。あと、つぼみ。あの、可愛らしいつぼみ、さくらんぼとかって言ってたのがね、もう咲いちゃってるんだよね。こんな感じで。ね、いい感じです。あと、こっちにもあります。こっちも咲いてます。もう、これは終わりかな。もうそろそろね。 穴を剪定しないとないかなこれするか2つ今からねやりますね、えー、ではね、えー、今からね花を剪定しますまあこれはねえー、花首から選、えー、定するだけですはいありがとう早速切っちゃいましたあとこっちこっちもね色が悪くなってきてるからねこれ角が取れちゃってね色が悪くなってきてるんでこれもやっちゃいます はい、ありがとう。今回はね、えー、2個、こんな感じでね、花すみしました。それと、今、花すみしたところはこれなんですけども、多分下の方につぼみが、あ、これつぼみ、ほら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 、見えますつぼみ1個。うん、それとこっちにもあるんじゃないかな、ないのかな。あ、これかな。 これ、つぼみっぽいけど、ちょっとわかんない。こんな感じでね、えー、またさらにね、えー、咲いてくれると思います。いいね。じゃあ、こっちを前にしておこうか。こんな感じで。それと、えー、これは同じ、えー、6年目のクリスマスローズさん。えー、あ一応ね、ここに書いてあります。21年に2年内。うん。 っいうことは、6年目ですね、今年。えー、こっちは株分けしたやつなんでね、あのー、つぼみとかはありませんが、新しい新芽がね、数多くね、こういっぱいこう立ち上がってきてるんでね、まあ、来年期待かなそんな感じになってます。それと最後に、えー、もう15年以上いる、えー、クリスマスローズさん、シングルピンクさんはね、 うん、葉っぱは出てるけどもつぼみがないそれとシングルピンクスポットさんこっちはねあの花芽がね少しずつこうな感じで上がってきてましてほらもう完全に、えー、つぼみがね見える状態になってます新しい葉っぱもねこんな感じで出て,出てきてます以上ね、えー、こんな感じで、えー、1週間、えー、変化してます また来週一週間でね、どんな感じになるかね、楽しみです。この後ね、画像何枚かありますので、そっちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。さて、雲行きがこんな感じ。うちの上はね、 こんな感じ、頭上はねこんな感じで曇ってるんですけどもすぐ向こう側がね青空だからこのまま雲がねこういうふうにこっち側に動いてるんで、えー、そしたら多分ね、うん、お昼前にはまたちょっと青空になってくれるのかなうんこんな感じです結構ね寒いですね今は。 小鳥も鳴いてないな。寒いから。